どうもこんにちは、弁当です。結構ね、リクエストがあったので、センター物理の攻略法だけお伝えしておきたいと思います。ちょっと一発撮りなんですけれども、ね、9割ぐらい取りたいよーっていう人が結構多くて、まあ9割とはいかずと、まあ8割取りたいけれども、現実は、まあリアルでは、まあ5割とか6割やでーっていう人が結構多いと思いますね。で、5割、6割取れてるってことは結構ね、基本的なところは、まあそれなりにさらえてると思うんですよ。5割、6割って十分高いので。で、そう考えたときに何が足りないか。意識と無意識の話だと思うんですね。要するに意識的に解けるっていうのは注意を向けて、頑張れば解けるっていう状態です。頑張れば解ける。頑張れば解ける。で、その頑張れば解けるっていうのは何が解けるかっていうと、これ実は基本問題だったんです。基本問題が頑張れば解ける。意識的にやれば全部解ける。で、全部解けるっていうのは非常に素晴らしいことだし、で、そういう人って大体ね、5割、6割取れてるんですよ。で、5割、6割解けてるんですけど、基本問題は結構ね、意識的にやっちゃってる人が多いんです。なので、目標は、俺らの今からの目標は、無意識で解けることです。無意識で解くことです。で、無意識で解ければ、実はね、応用問題、まあ、なんかいろいろね、良問の数とか、名門の森とか、まあ、それからセミナー物理ですね。セミナー物理とかいろいろこう、持ってると思います。で、そういうもので応用問題をぐわーって解いていく人結構多いと思うんですが、結構あれ頭使うでしょう。結構遠回りな気がしませんか？結構しんどい勉強してる。まあ、やりがいがあって非常に楽しい勉強だとは思ってほしいんですが、近道を教えておきます。近道は、基本問題をちょっと繰り返しになりますが、大事なことなんで書きますね。基本問題を丸無で無意識。無意識に解けることです。で、基本問題が無意識に解けたら、おのずと応用問題に対する余裕が出てくるんですよ。で、余裕が出てきたら時間も足りる。時間が足りたら考える時間が増える。考える時間が増えたら割かしゴリ押しでいけたりする。ということなんです。だから、しっかり無意識で解けるようにしてください。なので、セミナーでもいいですし、教科書の例題でも構いません。教科書例題はちょっと解説がね、不親切かもしれないんですが、まあ、そういうことで、基本的な問題をしっかり無意識レベルで解けるようにしてください。だから何回も繰り返していただいて大丈夫です。で、なんならもう解放とか暗記しちゃっていいレベルなので、いいですかね。まあ、本当は解放とかね、暗記しない方がいいんですが。で、一応、おすすめとして、宣伝だけさせておきます。弁当の物理ね。弁当の物理の動画。まあ、弁当物理とかってYouTube の検索欄に入れていただければすぐ出てくるんですが、弁当の物理で、おすすめの動画が何個かあるので、紹介しています。熱力学の動画。熱力学の動画はちょっと低評価多いんですが、僕なりに、おすすめしてますので、ぜひね、見ていただければ。イメージからやってます。なので、皆さんはですね、基本を無意識に解けることも大事で、基本を無意識に解けるってことはどういうことか。要するに解放がある程度分かってる。これは綺麗事なしで解放がある程度分かってることっていうのは非常に重要です。で、それからイメージですね。イメージがしっかり分かってること。で、微分積分は要求しません。5割、6割から8割、9割にしたいぜって、しかもあと1ヶ月ですからね。微分積分等は特に要求しませんので、イメージでやりましょう。イメージの方が近道です。大学物理にはちょっと応用効かないんですが、全然イメージで十分。で、それから、電気ですね。電気の分野は割と僕の動画が、生きてくると思います。まあ、ただ、ちゃんとね、問題演習、基本問題を無意識レベルで解けるようにする。で、基本問題を解いてる時間って結構ね、楽しいっていうか、まあ、やりがいがちょっと、足りなくて、怖いと思うんですが、楽しい、スラスラ解けるので結構楽しいと思うので、物理できるぜっていう感覚にもなり得ます。それから、波。波の動画は2つあります。波のまとめってやつと、あと、それから、反射波の動画。結構、反射波の動画は、ちょっとね、人気ないので、バットマーク書いておきますが、まあ、これは、僕は、いいんじゃないのっていうふうに思うんですけど、ちょっと人気ないので、反射波は、まあ、苦手だよっていうふうな方もですね、僕の動画見るときはちょっと、最初の方だけ見て、これ見んでいいわっていうふうに思ったら全然切っていただいていいです。で、それから、波の式ですね。波の式ってどういうことかっていうと、y イコール、a サインのオメガ t マイナス、何でしたっけ？なんか、v 分の x みたいな。こういう式ですね。で、こういう式を求めようぜっていう風な動画があります。波はですね、非常にすぐ伸びるので、3つぐらい、2倍速とかでいいです。ざーっと見てください。で、力学ですね。力学はごめんなさいなんですけど、ちょっとわかりにくいです、僕の動画。なので、力学はちょっと僕の動画ではやらない方がいいです。で、むしろ力学の中でも、まあ、ギリおすすめできるのが単振動。単振動の動画はまあまあそれなりに分かりやすくできているので、単振動の動画を見ていただけたらいいと思います。で、等速円運動ですね。等速円運動も結構品質です。で、それから力学の、まとめですね。単振動と等速円運動が解けるってことは、これ力学っていう風なものがあるとしたら、レベル1でのなんか、運動量保存な、レベル2でね、力学的エネルギー保存で、レベル3でほにゃほにゃってきて、まあ、レベルマックスぐらいのところに君臨するのがこの単振動と等速円運動なんですね。なので、単振動と等速円運動がそれなりにちゃんと解けるのであれば、まあ、力学は OK とひとまずは考えてください。で、その中で単振動は僕の動画が非常におすすめです。結構わかりやすく解説できます。できてます。で、等速円運動はバチクソにわかりにくいので見ない方がいいです。ちょっと、まあなんかネガキャンなんですけども、はい、そういう風に思ってください。で、今言った僕の、授業動画は、基本的にこう、イメージで訴えられるようにしてます。なので、イメージがつかみたいよっていう人で、まあ、こう、予備校とかにも通ってないし、授業動画がなんかそんなわかりやすいものもねえと。で、ね、参考書もろくなやつ持ってねっていう風な方は、まあ、僕の動画が消去法的にいいのかなという風に思いますので、ぜひですね、参考にしていただけたらと思います。ということで、こんな時間に申し訳ないんですけれども、センター物理の、お話でした。で、まあ、いいや、一応、概要欄の方にですね、大問1ができないよっていう風な人がいるので、大問1のについてのアドバイスを一応載せておきますからね、概要欄の方も参照してください。ということで終わりましょう。